日の国号日の国号日の国号は、福岡県福岡市と熊本県熊本市を結ぶ高速バスである。なお、この号では日の国号と運行会社が同じで、かつて運行していた ASO エクスプレス号についても、併記する。もともとは1962年に国道3号経由の特急バスとして誕生し、1973年の 九州自動車道都市 IC 南関インターチェンジ、間開通に伴い高速バスとしたもので、九州で最も長い歴史を持つ高速バスである。運行本数は2014年12月1日現在で、3系統合わせて226本という、高速バスとしては高頻度の運行を行っている。ダイヤ上も早朝から深夜まで運行されており、 熊本桜町バスターミナルの始発は4時35分、西鉄天神高速バスターミナルの最終は23時40分となっている。2014年4月からは金、土、祝日とその前日に限り、天神24時20分発の深夜便も運行していたが2015年6月末で終了したため現在は運行していない。 熊本市福岡市間の主要交通機関としては、日の国号の他に、九州新幹線がある。新幹線開通前は、JR 九州、鹿児島本線の特急、つばめ、有明が、日中20分間隔で運行されていたものの、新幹線開通に伴い、これらのほとんどが新幹線に移行した結果、所要時間は大幅に短縮されたものの、特急料金が高くなったこともあって、 在来線特急利用者の一部が高速バスに流れ、新幹線開通後に、日の国号が増便するという事態となっている。日の国号の走行経路である福岡熊本間の高速道路は交通量が多く、加えて福岡市内、熊本市内での渋滞などによって、遅れは比較的発生しやすい。愛称は、熊本県の別称である日の国に由来する。熊本発。 早朝2便と深夜23時台の天神発熊本業3便については予約定員制となっており1ヶ月前から電話もしくはバスでサイトにて事前予約が可能蒸気以外の便は座席定員制であり予約なしで乗車できるいずれも全席自由席で満席の場合は乗車不可かつては運行開始時より熊本交通センター 博多駅交通センター、天神バスセンター並びに、福岡空港から乗車する場合においては、乗車前に乗車券とは別に、定数券が配布され、懸命に記載された時刻の便に乗車するようになっていたが、2000年7月に福岡空港発のみとなり、2005年4月より、定数券及び乗車便指定の乗車券は全面廃止となった。 2011年4月以降は予約定員制の便に限り定数券及び乗車便指定の乗車券を窓口にて発行している。国土交通省九州運輸局の統計によると、福岡熊本路線合計の輸送人員は平成18年度で136万3955人、平成19年度で139万7194人であり、 1>, 1日あたり3700から3800人の乗車があるという。また、九州の高速バスの路線内での輸送人員順位としては、福岡北九州路線に次ぐ2位に位置するほか、運送収入では、平成18年度は、福岡宮崎路線に次ぐ2位、平成19年度は1位となっている。共通塗装の車両共通塗装の車両運営機、インターチェンジ経由博多。 天神熊本線日の国号は、以下の3系統に分けられる。太地は停車停留所。各系統とも、博多バスターミナル西鉄天神、高速バスターミナル間、及び益城インター口、松野本体熊本駅前間のみの利用は不可。福岡駅は、熊本駅前は、スーパーノンストップ便の実り場1から、熊本桜町バスターミナルは、各系統とも7番乗り場から発車する。 熊本駅はスーパーノンストップ、植木インターチェンジ経由ともに博多バスターミナルは38番乗り場から、西鉄天神高速バスターミナルは3番乗り場から、発車。また、確定便においては、空港駅は国際線ターミナル終着、熊本駅は国内線ターミナル始発国際線ターミナル経由となる。百九十二年に車両をリニューアルした際には、 デラックス日の国号として、社内公衆電話などの設備や飲み物、おしぼり、マルチステレオテレビ放送のサービスが実施されていた。しかし、携帯電話の急激な普及により2000年に、社内公衆電話が廃止されたのを皮切りに、2001年における、うんち大幅値下げの実施に伴う、コスト削減などにより、社内サービスは順次廃止された。それにより現在は、 リニューアル以前の仕様に戻っている。また、車両の塗装は、運行開始当初から遠隔の写真にあるような両者共通の塗装が長年にわたり採用されていたが、1998年頃の導入車両から両者別々の塗装を使用するようになり、西鉄においては2010年3月頃までに、青十字塗装の車両はすべて姿を消した。参考でも経年により、 徐々に離脱が進み、最後まで残った一台が、子会社に移籍した上で、天草、号として2009年頃から長きにわたり使用されて、いたが、2018年12月、運用中に事故に相対破し廃車されたことから、現在では青十字塗装の車両は、両車橋に全廃となり、面影も見られなくなっている。ちなみに、西鉄におけるかつての青十字塗装の車両は、 福岡北九州線や、久留米北九州線などの高速バスのほか、久留米山賀間に運行されていた快速バスなどに転用されたものもあったが、いずれも廃車となっている。2018年現在、現行型の日のセレガを九州三考が九州管内でいち早く導入した。後に PKG マイナスから徐々に増車しており、現在は本路線専用車の大半を占める。 一時期は、アトグマイナスから導入した最初の1台を含む、計4台が本路線の運用を離れ、鹿児島線、霧島、5の4列シーとかに伴う転用により、道路線において、専属運用されていたが、2016年4月に、鹿児島川事業者に合わせる形でトイレなし車両を使用し、乗車定員を増やすため新たに、ヒュンダイユニバースを、専属車両として導入したことにより、 4台とも、一旦は本路線の運用に復帰したが、2019年からは、再会合や林道号との共通運用となっている。ちなみにこの4台が従来車両と同じく、ホイールベース間に、9 3コートを大きく表記しているが、それ以降の導入車両は、将来のラッピング広告による対策のため、現在までにリアホイール上に小さく表記されるようになった。 2019年4月1日より福岡市と阿蘇市とを結ぶ路線として運行開始した。これまで漁師間には直接的交通手段がなく、鉄道、バスいずれも乗り換えを必要とするなど不便を強いられていた。さらに2016年4月に発生した熊本地震により JR 保肥本線の日号津和祖間が普通となり、2020年5月現在も、 復旧しておらず、福岡方面からの観光客は、阿蘇方面へ向かうバスに乗り換え、または自家用車かレンタカーを利用するしかないなどの、阿蘇エリアへのアクセスが一層不便な状況にあること、並びに近年の増加するインバウンド需要により、阿蘇地域へのより観光活性化を目的とすることなど、これらの状況を踏まえ、阿蘇市が関係機関等に長らく要望していたことにより、 実現に至った。九州三考バスと西日本鉄道が運行を担当し、阿蘇川の運行支援業務は三考バス阿蘇営業所が行っていた。なお、九州三考バスの車両は福岡発だと日の国号、阿蘇発は熊本阿蘇線において送り込みを行っていた。しかしながら、運行開始後間もなく2020年に新型コロナウイルスの流行により、 外国人観光客、国内観光客ともに大幅減少したことにより、利用客が大幅に減少し、2020年10月12日をもって運行終了となった。西鉄バス担当便太地は停車停留所。クローズドドアにより、福岡県、佐賀県内間並びに、熊本県内間のみの利用は不可。西鉄天神高速バスターミナル、博多バスターミナル。 福岡空港国際センターミナル、半導橋ランプダ財布イ,インターチェンジ、高速木山熊本インターチェンジ、国道57号アーデンホテル阿蘇カドリードミニオン前から阿蘇駅前、阿蘇プラザホテルマイナス内巻、温泉座席指定制により、乗車前に予約が必要な上、あらかじめ乗車券を購入する必要があった。このか日の国号と同様、サンクパスが北部、 九州下関番と全九州下関番のみ、にもかほか全国十社交通系 IC カードが利用可能であった。高速木山乗り継ぎ割引も適用された。これらの乗車券を使用する際はいずれも事前予約を行った上で、予約後窓口にて乗車便座席指定券を発行してもらうか、乗車前に乗務員に指名を告げて乗車できた。ありがとうございます。